はい、どうもゼロゲンと申します。今日もね、ルイージマンション3続きをやっていきたいと思います。で、前回ね、小山博士に1回戻ってこいと言われたので戻りました。はい、小山、ルイージ、シケシケ、そんなま、すぐ帰ってきましたで。種の盾、ああ、ベール、スー、スクスク、シケシケ。それでなんかあるのですか。そうでもないです。お、ヤマンバー、ほう、わた、え、なんで、なんでよ。お、あ、なショッピングカード的なのが出てきた。ショップチャンネルがオープン。はあ、わあ、なんじゃこりゃ。はあ、黄金の骨、体力がゼロになったとき、お化けが助けてくれる。あー、復活アイテム。なるほど。はあ。これ何？テレサ。あ、テレサも出てくんの？いや、あ、まあ、テレサ出てくるよね。宝石の隠し場所。ほー。はい。じゃあ、これ買います。はい。あざまーす。あ、1000円。なるほどね。今は3つしかないけど、そのうち増えていくのかな。なんすか。はあ、はい。うん、ほう、テレサが、ああ、なるほどね。テレサなんてずっと会ってきたから、そんな怖くないでしょう。あ、また隠れテレサいるんだね、今回も。なるほど、テレサ見つけるのがね、割と大変なんですよね、やっぱり。 OK、 じゃあこれで一回死んでも大丈夫。う、なんだ。はい、まとめて言っといて。え？グーという材質。はあ、ほう、なるほど、なるほど。あ、震えてる、確かに。あ、な、背中の、ほら、背中のオバキュームのところがなんかちょっと震えてる。近くにいるっていうことは？ん？どこや？ここ？微妙に震えてるんだけど、あ、若干強くなってきたか？こんな BGM なってたっけ。若干、あ、いた、テレチカ。お、お、あ、いた、どこや。あ、なんか、ん、あ、いてー。あ、うっそ、なんか下の影が動いてるのか。あら、普通のお化けとは違うか、構え方。おお、あら、え、やっぱライト当てないとあかんのちゃうの。
ライト当てなきゃいけんのかな。あ、ダイフライト。そんな、そういうの最初に言って。わっ、うおダイフライトなのか。うわ、そんなところに行かれたら困る。ほらほらほら、おおはい、入れこの野郎。やっぱテレサはちょっと一味違うね。やっぱマリオシリーズにずっと出続けるだけあるわ。これ止める方法がわかんねんだよな、今だに。どうすればいいんだろう。なるほど、今度からはこのテレサも見つけないとあかんってわけやね。行きましょう。じゃあ新しく解放されたところ行きましょうかね。何回だっけ。よいしょ、4回か。ん ?4 回かな、確か4回だった気がする。ホールフロア。おい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 、お4階。これは何のフロア。お、あ、なんか音楽が聞こえる。あ、音楽。転送システム？あ、そうなの？それは便利ね。楽器。お？なんでシンバル？なんか音楽を聴くような場所なのかな、ここ。売店だ。売店閉まってる。あ、なんか、なんだこりゃ。ほい。え？おぉ。おぉ。お？あー！これ見たことあるぞ。こうでしょ。痛い！意外と判定シビア。お前何しとんねん。はい、はいよ。よし、お、綺麗になった。おお、あ、ポップコーン。え、こんなんあんの、すげえ。なにこれ。お、光る、光、はい。あ、あ、え、おお、これ溢れるで。わーおー、お、音符マークの宝石。そうか、この宝石も集めたいね。でもその辺のやり込み要素はね、なんかクリア後とかにしたいんだよな。とりあえずはまずクリアしたいんですよね、まずは。あ、黄金のクモちゃん、はいはいはい。およよよよ、なんかいるかしら。こんにちは。壊します。うわー、ひでえ。楽器をこんなこんなことしちゃダメよ。もうあれ絶対使えないわ。あ、今女性トイレか。あ、こっち男性トイレ。お、ここ入れそう。お、え、なにこれ。え、もろみえ。もろみえですけど、これ、これ、
どうせいいんだ。まあ いや、先進みましょう。多分こっちでいいんだよね。音楽ホールか何か。わあ、なんか見たことある。ん？よくあるやつや。お、あ、キノピオ。キノピオさん、助けてあらな。まあ、キノピオだからいいんだけどね、別に。お、お邪魔しまーす。お、あ、なんか投げてる。投げてるのかな。お、逃げんな。顔怖。おお、上登れなくなっちゃった。おお、なんだと。うわわわ、これは多分あれでしょ、これ逃げ続けなきゃいけない系では、全部なくなるまで。あぶねー、多分吸い込めないよね。ダメ、質量がでかすぎる。うわ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 う、多分全部なくなる前に逃げ続けないとあかんやつやろうな、これ。おいおい、あ、危ない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 、こい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 、いい、おい、ちょっとまとめてきてる、まとめてきてる。あ、終わった。なんやその顔。あ、え、え、その仮面自分で作ったのかな、こいつら。あ、あ、またか、またや、こういうことやろ。おらー、あ、まだめっちゃ増えてる。おら、おら、うん、おい、おら、こっち来い。お前も、お前もじゃ。よし、もうお前、お前が来いや。お、怒った。うわ、え、合体した、憑依合体じゃん。やば、うわうわ、あ、食べた。どうする、これどうすればいい。うおー、うわー、うわ、そういうことか。あら、あ、うわ、卑怯。あぶね、アブネスちゃん。ほい、おお、ナイスヒット。あ、ここ、ほい、これで、ほい、うえー、かわいそう、ちょっと痛い。うわうわ、なんか燃えてない、あいつ。情熱的すぎるやろ。どうや、痛い、よし、あらーい、あい、はいはいはい、あ、また、はい、あー、なるほど、繰り返すのか。繰り返す、このポリリズムやな。おお、メガホンレーザー、え、あー、はあとそれはかわしづらいな。あ、ハートありがて、あー、ぶ、いてー、ルイージ君今回走れないんだから、あまり勘弁してくれ。ここで、こう、よし、
あ、ダメだ。で、これでまた爆弾投げてくるでしょ、多分。このピアノ割と高いんちゃうの。あ、入った。あ、入ってない、入ってないな。急いで持って。え、痛い痛い。うわー、めっちゃ吹っ飛んだ。はい、おっしゃ、オッケー。もうちょい上、もうちょい上、よっしゃ、オッケー。おい、えーれー、ルイージ君力持ちね、やっぱり。で、これでまた、よし、うわー、体力多いな。あー、これダメだ。おー、危ない、逃げられそう。これどっちでさ、もっかいやな。おお、鍵盤これどんだけあんだ君。危ねえ。おっぶ、怖っ。あ、バーストで、なるほど、ガードできるんだ。これ何回かするでしょこれ。おーおーおお、今回のボスはもう派手だね。本当に危ねえ危ねえ危ねえ。おー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 おおお、ルイージ君完全に殺しにかかってる。あの警備員とは全然違うわ、なんか。ほいほい、これはいいね。よし、これ多分さっきのところでストロボ当てないとあかんかったんやろな。あ、危ねえ。よし、これで多分爆弾また投げてくる。もうボロボロ、ピアノボロボロ。はい、よし、どうだ。おい、あいよ、ぶっ壊れろ。あー、ついに壊れた。ごめんね。なんかごめん、ね、間に合うか。うーらいいよ、よいしょ、お縄につけ。あ、イサギ。よっしゃーい、汚ねえ花火だ。イエーイ、綺麗になった。おーいえ、6回9回どっち。おー、ブラボー、ブラボー。6回か、よし。お、あ、キノピオのこと忘れてた。お、ナイス、おばけんちゃん。これでキノピーを助けましょう。おい、おい、赤キノ、いつものキノピオだ。大丈夫かい、食べていい、その頭。子供みてえやな。おう、せやで。まああんなにするのはいいけど、これなんかなんか怒らねえだろうな、それ。大丈夫かな、無事に戻れるかな。このテラータワーのキノピオを探せが一番難しいんだよな。ほい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 、お、オキドキ。あ、一人で行かせるの。あ、そう、大丈夫。お、あ、なぜ見てるんです。うわ、そんないっぱいのモニターで見なくても。あ、怒ってらっしゃる。え、何その猫っぽいの、かわいい。うわ、このお母さん怖え。やべえ、うん、バーチャルボーイ。ハロー、ハロー。
まだいっぱいいますよ。あ、そう、キノビオ2人か。ふえふえふえ。一言みたいやな。まあ一言なんだろうけど、実際。お、今回は結構スムーズにいけたかな。なんかあんまり言うほど謎解きが多かったわけじゃないからね。うん。よいしょ。あ、弦が切れた。ごめんなさい。お。ふぃーん。まあいつもだったらここで終わるんですけど、まあ若干まだ時間に余裕があるんで、もうちょっと今回は探索しましょうか。行けなかったとことかもあったしなー、これ。ここ今の段階で行ける。あ、そっか。今思った。グイージだったらここ通れるやん。これ忘れるんすよね、いつも。これで。おー、なんか出てきた。かわいい。何それ。え？え？お？お？お！その真実の口的な。え？何これ？ここは何？あ、裏側か。あるわけじゃない。お、うん、うん、もう力づくで開けりゃいいね。ああ、あかんわ。あ、え、あ、なんか反応してたな、今な。どういうこと？ん？え？どういうこと？なんかよく分かんなかったんだけど。なグイージでもあっちなんかさせて適当にやってたんだけど、え、どういうことだったんだろう。え、これ、うん、まあいいや。取れたからまあいいや。よし、これどういう仕掛けよ。わあ、なんかよく分かんなかったな。まあいいや、宝石取れたから。まだまだ宝石が隠されてるってことだもんね、これ。すげえ難しいね。そう考えると。宝石全部集めるの。多分このフロアだけで全部5個か6個ぐらいあるってことだもんね、多分。まあ、とりあえず先に進むことをね、今はちょっと最優先にしたいですな。はい。よし。というわけで今回はね、今までよりは若干短かったかもしれないですけども、ここで終わりたいと思います。次回はね、今回、手に入れたボタンで、次のフロアに行きたいと思います。というわけで、ご視聴ありがとうございました。